こんにちは、かほです。今回は榛名山登山の後編になります。といっても今回は山には登らずに温泉に行きます。前回は駿河岩まで登りました。今回は伊香保温泉に行くために八瀬尾根峠のバス停を目指すところからスタートです。それではどうぞ。車道が見えてきた。多分あの道路を歩けばね、バス停に着きます。はい、今は八瀬尾根峠のバス停に行くためにこうね、車道というか普通の道路をね、歩いてます。すごいね、伝わりづらいかもしれないんですけど、山はね、ここから見るとね、結構紅葉しててね、綺麗です。なんか道がずっとまっすぐで、ほんとね、なんか海外にいるみたいな感じです。これからバスに乗るんですけど、本当は八瀬尾根峠っていうバス停からバスに乗ろうと思ってたんですけど、ここね、なんかちょっと手前にこの夕杉入口っていうバス停があったので、ここからバスに乗って伊香保温泉に行きたいと思います。到着しました。これからね、美味しいものを食べたり、温泉に入ったり、ちょっとね、登山の疲れをね、癒したいと思います。さあ、行くぞ。なんかね、伊香保温泉に来て、結構なんか寒いなって思ってたんですけど、ここなんか標高が700メートル以上あるので、もう高尾山より高いんですよ。だからもう結構寒いのは当たり前でした。なんかね、ここめっちゃ景色いいです。なんか電車みたいなのがある。やっぱりね、伊香保といえばね、こう石段ですよね。もう目の前にね、そびえ立ってます。石段すごく有名だと思うんですけれども、実は365段もあったんです。で、伊香保温泉が始まったのは400年前みたいなんですけれども、石段は2010年から365段になったみたいです。こう一年中ね、温泉街が繁栄するようにっていう思いが込められているみたいです。
石段を365段登って、今は鹿鹿橋を目指して歩いています。群馬の山に登って最後伊香保温泉でちょっと観光するっていう工程でした。今回登ってまあちょっとねアップダウンが激しくて結構体力がしんどかったです。でも最後に駿水湾からすっごい絶景が望めたのですごく満足な旅だったかなと思います。で、私はこれからですね温泉に入って帰ろうと思います。はい、では皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。